多重整列とは DNA の塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列について3つ以上の配列間で対応する部分が並ぶように整列したものまた整列すること通常整列する配列群は進化的類縁性を持っていることが仮定される多重整列の結果に基づいて分子系統樹を推定することができる各種生物のアシリックライベソマルプロテイン P 例の アミノ酸配列の多重整列。クラストル X で作成した N 末端側90材を示す。多重整列を手作業で行うことも不可能ではないが、通常はコンピューターに計算させる。配列を1対1で整列させるペアワイズアラインメントよりも、計算複雑性が高く、より洗練されたアルゴリズムが必要となる。最適な多重整列を求めるには非現実的な、 計算量が要求されるため、一般に用いられているプログラムはヒューリスティックスを用いている。対極的に最適な多重整列を求めるためには、動的計画法を用いる。アミノ酸配列の場合は、キャップペナルティと、あるアミノ酸から、他のアミノ酸への痴漢の起こりやすさを示す、痴漢行列をパラメータとして与える。核酸配列の場合にもキャップペナルティと置換行列を用いるが、 置換行列は、置換が起きるか否かのみを考慮した単純なものを使う場合が多い。独立した N 個の配列を整列するために、単純には、ペアワイズアラインメントを N 次元に拡張すればよい。しかし、N の増加に伴って、計算量が指数的に増加し、NP 完全であることが示されている。計算量を抑えるためによく使われているヒューリスティックスが、 類心法と呼ばれる階層的に多重整列を求める方法である。まず層あたりのペアワイズアラインメントを行って、ガイドツリーと呼ばれる近似的な系統字を作り、最もよく似たペアから始めて、段階的に配列を付け加えていく。ガイドツリーは、近隣結合法内し非可重結合法による階層型クラスタリングによって作られる。類心法で求める多重整列は、 帯域的に最適であることを保証されない。配列を付け加えていく過程で、局所最適な整列が行われると、それが以降最後まで維持されてしまう。また最初に作られるペアワイズアラインメントに依存しているため、類似性が低い配列に対して実施するとうまく機能しないという問題もある。比較的新しいアルゴリズムでは、多重整列の評価関数に非線形的な補正を、 加えることで精度を上げているものが多い。しかし、累進法は比較的多量の配列に対して現実的な時間で計算を得ることができる。引用されているのはクラストルシリーズで様々な機関がウェブサーバー上で多重整列を計算できるように提供している。T コーヒーはクラストルよりも時間がかかるが類似性が低い配列に対しても 一般的により良いアライメントを求めることができる。類進法の欠点を克服するため、新たな配列を付け加える際に、それまでできている部分も整列し直すアプローチがあり、総じて反復法と呼ばれている。類進法では、一度多重整列に組み込まれた配列は、それを再検討されることなく、最終結果に反映されてしまう。これは正確性を犠牲にして、 効率をとったためである。対照的に反復法では一度得た多重整列を繰り返し再構築することで精度を高めようとする。ありがとうございます。